皆さんおはようございます。現在7時18分、現在の気温はちょうど0度くらいですね。まあ昨日と比べりゃだいぶマシですね。ただちょっと外の様子がやばそうだ。めっちゃ雪降ってやがる。いやー、なんかすげー幻想的な雰囲気ですね。私近畿地方在住なんで、こんなにしんしんと雪が降ってる様子を見ることがなかなかないんで、おーすげー。まあとりあえず着替えて移動しますか。出発しようと思ったんですが、ちょっと雪の存在忘れてました。これなんとかしなきゃダメだな。ちょっと雪溶かしたら出発します。コンビニでコーヒーと朝飯買ってきました。まあこれ食べて出発しましょう。はい、というわけで今日の目的地野沢温泉にやってきました。道中の映像を流してたと思うんですが、結構雪がやばくて、私の車は四駆で今スタッドレス履いてるんで大丈夫だったんですが、絶対にノーマルタイヤとかでは来ないようにしてください。で、今日はこの野沢温泉街を散策しながら、まあ外湯巡りでもしましょうか。ただご覧の通り雪が降ってて、あんまりこう天候がよろしくないんで、まあのんびり歩いていきましょう。駐車場から歩いてすぐのところに外湯一つありました。こちらが神殿の湯ですね。で、隣には、西宮神社っていう神社があります。で、外湯今から入ろうかなと思ったんですが、ちょうどね今から清掃に入るみたいです。まあ後で来ましょう。神殿の湯から少し歩いてくると、ここにバスターミナルがあって、すぐそばには観光案内所があります。さっき私駐車場の場所が分からなくてここでマップもらったんですが、皆さんも野沢温泉に来られたらまずここでマップをもらうといいと思います。また少し歩いてくると、野沢温泉の十王堂の湯っていうところがありました。ただここも清掃中みたいですね。多分午前中に1回清掃が入るんでしょうね。まあ野沢温泉街を先に散策しちゃいましょうか。しばらく歩いてくると到着しました。こちらが大湯ですね。野沢温泉のシンボルになってる温泉みたいです。で、ここは今清掃してないっぽいですね。ここ一回入っちゃいましょうか。野沢温泉の外湯は草津温泉と同じで基本的に入浴料は無料です。あそこの賽銭って書いた箱に、まあ、気持ち程度お金を入れて入りましょう。大湯入ってきました。いやー、控えめに言ってめちゃくちゃ良かったですね。泉質は今画像出してると思うんですが、ほぼ無色透明で、匂いはね結構硫黄っぽい匂いでした。で、味はなんか硫黄の味って画像を書いてると思うんですけど、なんか微妙によくわからん味でした。浴槽が2つあって、なんかぬるめと厚めって書いてるんですが、ぬるめでも結構熱いです。で、厚めの方は本当にかなり熱い。温度はどうだろう、体感ですが、45、6度くらいかな。草津温泉の白旗の湯とか、あと那須温泉の元湯ぐらいの印象ですかね。私は日本一周の旅で熱い温泉入りまくって慣れてるんで、まあ、平気だったんですが、これ熱いお湯が苦手な人はちょっと水で薄めるとか、かけ湯しながら入るとか工夫しないとダメそうですね。まあ引き続き野沢温泉街散策していきますか。大湯から少し歩いてくると神社が見えてきました。あちらは湯沢神社ですね。階段を登って湯沢神社のお社のそばまでやってきました。賽銭箱とかはありませんね。で、お社自体は正面にかなり綺麗な彫刻がされてます。ただ正面の彫刻以外はこれといってこう凝った装飾とかはされてない印象ですね。あと湯沢神社のすぐそばにはユーロードっていうなんかこう動く歩道みたいなのがあって、これは無料で乗れるみたいですね。スキーとかスノボをやる人は使うといいと思います。それとここからの景色はこんな感じですね。ちょっと高台にあって野沢温泉を一望することができます。
いやー、なかなかこう雪が降りしきる中、幻想的な光景ですね。ただ寒い。また少し歩いてくると、ありました。ここが野沢温泉の小釜ですね。目の前に見えているのが大釜。なんかすっげーボコボコ湧いてますね。で、基本的に地元の方以外はこの敷地には入れないっぽいです。あそこはゆで釜。なんか軽く調べたところ、このゆで釜を使ってなんかこう野菜とかを茹でたりするみたいですね。あと、小釜についての説明看板がありました。読みたい方は一時停止でお願いします。あと、看板の隣のところにもなんか神社というかお堂が一つありますね。ちょっとなんて書いてるか見えねえな。小釜をぐるっと回ってくると、真ん中の方には丸釜で、丸釜の隣には竹伸び釜。読めねえ。小釜があったところから少し歩いてくると、朝釜温泉公園ふるさとの湯っていう温泉がありました。あちらの建物ですね。ここは確かお金がかかる温泉だったような気がします。あそこの看板に書いてますね。大人1人500円だそうです。さらにまっすぐ進んでくると、朝釜の湯っていう、こちらも立ち寄り湯ですね。まあ、ここは一回入ってみましょうか。いやー、朝釜の湯、いいお湯でした。ただめちゃくちゃ暑かった。本当に地獄のような暑さでした。浴槽が小さい浴槽1個だけなんで、多分私が入った時誰もいなくて、多分しばらく誰も入ってなかったのかな。源泉がこうずっと溜まり続けてる状態で、めちゃくちゃ暑かったですね。いや、温泉から上がると外がめちゃくちゃ涼しくて気持ちいいわ。朝釜の湯から出て適当に歩いてくると、野沢温泉陶磁器ギャラリーっていうところが出てきました。ただ今日は空いてないっぽいですね。ああ、ここですね。現在11時くらいなんですが、Google マップでこう美味しいお店を探したら、この深夜っていうお店かながヒットしたんで、ここでお昼ご飯食べていきましょうか。いやー、うまかった。焼き鳥丼絶品でしたね。皆さんもぜひ来てみてください。で、飯食ってる間に、まだ雪は降ってるんですが、ちょっと太陽出てきましたね。できたらあともう1箇所くらいは温泉入りたいですね。あんまり入りすぎるとね、湯あたりしちゃうんで、まあのんびり歩きながら考えましょうか。今また適当に温泉街をぶらついてるんですが、なんかこう時期柄かわかんないですけど、外国人の方めちゃくちゃ多いですね。全然日本人とすれ違わねえ。さっきの大湯があった場所あたりまで戻ってきました。まあ、隅々まで見て回ったわけじゃないんですが、だいたいぐるっと一周できましたかね。どっかちょっとゆっくりできる喫茶店とかあればいいんですが、ちょっと探してみますか。大湯から少し坂を下ったところにも立ち寄り湯がありました。こちらは瓦湯ですね。ちょっと飯食ったばっかで、温泉の気分ではないんで、まあ画像探してあったら貼っときます。結局良さげな喫茶店見つけられなかったんで、自販機で缶ジュース買ってます。っていうか見てくださいよ、この青空。今になってくっそ晴れてきたんだが、午前中のあの大雪はなんやねん。あと言うの忘れてたんですが、一応長野の旅行は今日で終わりの予定なんですよね。今は画像を出してると思うんですが、野沢温泉から近畿地方まで帰ると、まあ、大体11時間くらい下道でかかるんで、まあ、あと1箇所温泉入って出発するって感じにしましょうか。よし、じゃあ最後はこの午前中に来て清掃中だった神殿の湯に入ってこようと思います。まあ、ゆっくり使ってこようと思います。いやー、気持ちよかったですね。この神殿の湯は一番最近できた外湯らしくて、設備もかなり綺麗でした。で、温泉使ってる間に、さっきの快晴はどこへやら、また雪が降ってきましたね。
ちょっとカメラ置いてきちゃったんで今時計を表示できないんですが、現在1時くらいですね。まあ今から出発して一晩中走り続ければ、まあ今日の12時晩の1時ぐらいかなには到着できると思います。それと帰りの映像なんですが、前の白川郷の時みたいにちょっと撮影してもいいんですが、正直見どころ全くなさそうなんで、まあ、今回はもうなしで動画はここまでにしようと思います。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。